さて、追っ始めるか。ちゃんと片付けっせず出てきやがるもんだ。うわぁ、やんのはてめえらだけじゃねえ。うわぁ、残さずバラしてやるよ、悪霊ども。
俺に関わるとろくなことないぜ。いい加減こいつらも見飽きたぜ。ガッツ、ガッツ生きてたの？一体どこでどうして？すまねえリッケルト。その前にあいつはキャスカー無事か？キャスカはいないんだ。どういうことだリッケルト。なぜだ？いつから？一体どこへ？エリカが悪いの？エリカのせいなの？一月ほど前のことだよ。長い行動暮らしでキャスカはかなり参ってて、それを見かねてエリカが外に連れ出して。気がつくとお姉ちゃんいなくなってたの。日が暮れるまで私探したんだけど見つからなくて。だがリッケルト、お前はここで何やってたんだ？キャスカがどんなだかはよくわかってんだろ。なのにどうしてお前はここにいる？どうして探しに行かねえんだ？カツのバカ！バカバカバカ！何さ、自分のこと棚にあげて、お姉ちゃんをほっぽっといて。自分は2年間も勝手にどこかに行ってたくせに、リッケルトの気持ちも知らないで。リッケルト探しに行ったもん。この一月に、そのまま探しに行っちゃうこともできたんだもん。だけどリッケルト帰ってきてくれた。ここに帰ってきてくれたんだ。これからしんみり大往生決め込もうって時に騒がしいバカが帰ってきやがったぜ。まあ死に目に会えたんだ。神様の粋な計らいってやつだな。だらうだうだ聞くのも億劫だ。剣と義手を見してみ。刃こぼれ、血さび、歪み、10年使い込んだってこうはなんねえ。化け物とやり合ってんだからまともじゃねえよな。だがな、そのわけが仇討ちにしろ復讐にしろ、おめえ逃げてやしねえか。戦に憎しみによ。何？まあ聞け。死に際のじじいの繰り言だ。おめえの心にゃでっけえ刃こぼれが、恐怖って名の亀裂が走ってやがる。わからねえよ。あんたにはわからねえよ。誰にも、人間にはあれはわかりっこねえ。死んだ、一人残らず、何の脈絡もなく、唐突に、理不尽に、虫けらのように、何もわからないまま。みんな若かった。生きてりゃなんかやれたはずだ。なのに一瞬で、俺にとってはかけがえのない。そのかけがえのないものを掘り出して、お前は一人で行ったんだ。
最後に残ったかけがえのないものの傍らにいて、一緒に悲しみに身を浸すことに耐えられずに、お前は一人自分の憎悪で身を焼くことに逃げ込んだ。違うか？おめえにリッケルトを責める資格はあるのか？仲間の仇討ちを口にする資格はあるのか？肝心な時になるとおめえは一人を選んじまう。戦に頼んじまう。おめえは一本の抜き身の戦場刀だ。無数の刃こぼれと血でぬめり錆びかけの致命的な亀裂の入っちまった折れかけた剣だ。